皆さんこんにちは、トランペット奏者のさきです。今日は久しぶりに楽器を吹く方に向けて大きく3つのポイントをお伝えしていければなと思っております。まず1つ目、久しぶりに楽器を吹くときに無理やり唇に押し付けて吹かないこと。一番最初、楽器を手に取ったときにマウスピースだけ吹いてみましょう。音が出なくても絶対にうんと押し付けて吹かないことが私なりに結構大事なことかなと思います。実は私も音楽大学に入る前、約半年以上楽器を吹いていない時期がありました。というのもちょっといろいろ事情がありまして、楽器を全く吹いていませんでした。でその後久しぶりに吹くってなった時に全然吹けなくて、すごく苛立った記憶があります。その時に当時の私の先生にも同じことを言われたんですけれども、まずやっぱり期間が空いた時っていうのは唇も感覚を少し忘れている時があります。なので期間が空いて久しぶりに楽器を吹くという時は、上手くなるというよりも前の吹き方を少しずつ思い出していくという作業が一番良いかなと私は思います。じゃあ実際に期間が空いた後どういう風にウォーミングアップしていけばいいのかということなんですけれども、一番最初にマウスピースを取ってもらって、その時に一番最初スムーズに音が出ないという場合があります。でその時に気をつけてほしいのが、無理やり唇に押し付けて振動を促すようなことは絶対してほしくないです。でなぜそういうことが言えるのかというと、久しぶりに楽器を吹いた時唇が振動を少し忘れているとさっき言いましたが、この時に無理やりマウスピースを唇に当てて振動を起こしてしまうと、前吹いていたいいコンディションというのを一回ここで崩しちゃうことになります。なので音が出ないからといって焦るのではなく、音が出るのを待ってあげるという考え方にした方がいいかなと思います。でその後ナチュラルに音が出るようになってきたら、そのまま楽器につけてあげるという作業が一番良いかなと思います。続いてその2、大きな音で吹かない。これはなぜかというと、人にももちろんよるんですが、唇がいつもより少し開き気味になっている人が結構多いです。なのでそのまま大きな音量で吹いちゃうと、どん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 唇が開いちゃいます。もう極端な話ですけど、こういうことになっちゃいますよね、ふーって。でこうなっちゃうと、もう前のコンディションとは全く別物になってしまって、で音が出ることだけを優先するのであればそれでいいかもしれないんですけれども、そうではなくって、コンスタントに吹いていた時の唇の振動っていうのを少しずつ思い出すというのが今この期間ではすごく大事だと思いますので、大きな音で吹いたりとかってやっちゃうと、どん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 唇が開いて、でもっと言うと高い音もどんどん出にくくなります。下の音域は出やすいかもしれないんですけれども、トランペットの場合そういうわけにはいきませんよね。なので大きな音で吹かないということです。じゃあどういう音量だったら OK なのということなんですけれども、私としては一番自分が楽な音量、何それっていうことなんですけど、例えばそれがさっき言ったみたいにすごく大きな音量がもう僕私にとっては一番楽な音量なんだよって方は全然それで構いません。ただそうでない人ももちろんいますよね。久しぶりに楽器を吹けるとなった時に大きな音で気持ちよく吹きたいっていうのもめちゃめちゃわかるんですが、ただ果たしてその音量が自分にとって一番楽な音量かっていうのだけきちんと覚えておいてください。さっき言ったみたいにここが自分の一番楽な音量だとします。でそこからどん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 上に上がって大きな音量で吹いてしまうと、口の広がりを余計に促すことになってしまいます。なので一番最初ワクワクドキドキ吹ける吹けると思うのも、気持ちはぐっとこらえて、その先にあるもっと楽しいことを考えて、今は自分が一番楽な音量でぜひ吹いてほしいです。それでは最後3つ目、最後のポイントなんですけど、これ私結構大事だなと思うんですけど、あまり思い込まないということです。全員が期間を空けて吹いた時に絶好調ということはほとんどないかと思います。やっぱり
吹きにくかったり、音が思うように出ない、あとは上の音が当たらないなど、いろいろなトラブルが必ず起こります。なのでその時に、ああ前は吹けたのにとか、なんでこんな音も吹けないんだろうとか、自分を責めるようなことは絶対しないことで、これはすごく大切です。私は結構大きな声で言いたいんですけれども、吹けないことが悪ではないです。なので音が出ないからといって自分を責めるようなことは絶対しないでほしいです。うまくいく時もあれば、うまくいかない時もあります。どちらかというと私はうまくいかない日の方が多いです。ただその中でも自分のコンディションっていうのはすごく大事に見ていきたいなと思っていますし、体と心が一番楽な状態で吹いてあげるというのが一番良いかなと私は思います。ゆっくり息を吸ってゆっくり吐いてあげるということだけだと思って、上手くなるというのは一回置いときましょう。今は自分が一番リラックスできる状態で、そのまま息を吸って息を吐くだけです。上手くなるというよりは、前の状態を少しずつ思い出して近づけていくというのが一番大切な時期かなと私は思います。はい、ここまで簡単ではありますが3つのポイントをお伝えしてみました。お話しする動画っていうのは私今回が初めてなので、うまくしゃべれているかどうかわからないんですけれども、もし役に立ったよとかいいねって思ってくださいましたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それではトランペット奏者のさきでした。ありがとうございました。